皆さんこんばんは投資の隠れ家へようこそいらっしゃいました昨日の動画でも話をしたように今日の株価の下落は非常に読みやすい動きとなりましたこのように AI による予想が非常に強いシグナルを発信した時はやはり強気の投資を行うことでより豊富な財産を得られるということが分かります AI による予想では明日も下落を予想していますがこの下落は昨日ほど強いものではありません 今が投資のチャンスです AI とともにこの投資のチャンスをしっかりものにしましょうさて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ今日の東京株式市場で日経平均株価は3営業日ぶりに反落し大引けは前日比106円29銭安の27,327 27, 円11銭だった。 前日の米国株式相場や日本時間31日のアジア株相場の下落が重荷となり東京市場でも主力株への売りが優勢だった大引けにかけては手仕舞い売りが加速しやや下げ幅を拡大した朝方は円安を交換して高く推移する場面もあったが2 7500円に接近する水準では利益確定売りが上値を抑えた 決算発表を受けた個別物色が目立った30日の米国株式市場では主要産指数が揃って下落した主要な半導体関連銘柄で構成する米国フィラデルフィア半導体株指数 SOX の下げが大きく東京市場でも東京エレクトロンやアドテストなど半導体関連銘柄に売りが出た2月1日まで開かれる米国の連邦公開市場委員会 FOMC を前にして 運用リスクをを避けて持ち高を減ららす動きも見られた午後は中国・上海株や香港株などアジア株が難聴に推移し日経平均先物にも散発的な売りが出た日経平均株価は前日におよそ1ヶ月半ぶりの高値水準をつけていたため利益確定や戻り待ちの売りが出やすかった個別銘柄では前日に今期業績予想を情報修正した OLC や中国電の上げが目だったその一方で 今期の業績見通しが市場予想に届かなかったキヤノンや、今期予想を下方修正したコーテクには売りが出た、取引時間中に大幅な情報修正を発表した東京ガスは急進した、関連銘柄にも買いが波及し、業種別でも電気ガスの上昇が目立った、東証株価指数は続落した、終値では前日比7.13ポイント安の1975.27だった。 東証プライムの売買代金は概算で2兆9196億円、売買高は12億542万株だった東証プライムの値下がり銘柄数は624、値上がりは1149、変わらずは63だったこのような状況から明日は下落しますが AI が予想する株価トレンドは今後大きく上昇します長期 AI による株の買い時シグナルはすでに出ていますので。 ここかからししっかり投資をしていくのチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいねいいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな